あるところにアリスという新人の日本語教師がいました。私は上手な日本語教師になりたいけど、どのように教えたらいいかわからない。そう悩みながらアリスは眠ってしまい、不思議な教室に入る夢を見ました。アリス、起きて。あれ、ここはどこ？ここは不思議な教室だよ。いろんな先生がいるから一緒にいましょう。そう言ってチェーシャー猫はアリスを不思議な教室に案内しました。ここは青虫先生の教室だよ。青虫先生、はい、これでは新しい文法のところに入らせていただきたいと思います。いいですか？はい、じゃあこれは曲げる、もらう、くれる、どっちがどっちでしょうか？だからあげるのはあげる方にもらうんで、もらうのはもらう、あげる方からもらうんで、くれるのはもらう方からあげる方から。簡単に青虫先生は文法の説明を長くするのが好きです。じゃあ次は定型ですね、どうぞ。簡単に規則のグーをク取って E に書いて、で点々を手に持って手になって、急いでってなりますよね。当たり前のに。普段の説明になってないよ。確かにちょっと難しいかな。じゃあ次の教室行こう。それからチェーシャー猫はアリスを次の不思議な教室へ案内しました。ここは泣き虫先生の教室だよ。泣き虫先生、はい、それでは皆さん、私の後に繰り返してね。はい。電車に乗ってください。電車に乗って、先生、質問あります。電車に乗りますの、天気は地図がありませんか？そうですね。チェーシャー猫、またまたアリスを次の教室へ案内しました。ここはアホフラゴンの教室だよ。おはようございます。私クリルディディディです。私はクリルダンです。どうぞよろしくお願いします。皆さん、今日はいい形容詞を勉強します。はい、一緒に行きましょう。大きい、大きい、大きい、大きい。 OK、very good。 ありがとう、繰り返してください。高い、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 いい、いい、いい、高い。何今？なんかちょっと楽しく、いや、いい、いい、関係ないでしょ。あ、いやいや、みんな楽しい、いい、いい、みんな大人ですから、あ、ちょっと真面目にやろうね。すみません、ね、はい、じゃあ次、はい、重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 い、 OK。 早い、早い、いい、いい、いい、ゲームやろう。ゲームやろう。はい。はじきゲーム。はじきゲームやりましょう。はい。言われます。はじき。ちょっと。はい。これ危ないじゃないですか。あ、はじきゲーム。はじき。はじきじゃないよ。あ、おはじきだよ。あ、おはじき。間違えました。何か。ちょっと、先生として、ね。ちゃんと分からないと。ああ、おお、ね、
はじきいいどうもありがとうございました。これって授業バラリ番組じゃない？あちょっと笑い番組みたいけど楽しくいいんじゃない？じゃあ次の教室行こう。困ったチェーシャ猫はアリスを次へ案内しました。ここは教育クイーンの教室だよ。おはようございます。おはようございます。教科書は41ページに開けてください。理解してください。あげます。あげます。教えます。教えます。送ります。はい、質問は何ですか？もっと楽しいゲームをしてもらえませんか？ゲーム？ゲームする時間がありません。教科書勉強しなさいよ。これは取り消せないよ。笑っていけません。はい、これ何でますか？バーなんだ。バーなんだよ。勉強しなさい。まあ怖いね。こんな先生に絶対になりたくないわ。まあ、行きましょう。二人とも最後の教室へ向かいました。ここは急ぐウサギの先生。日本語は文化に触れることでもある。授業は焦らず落ち着いて。いろんなこと勉強したね。じゃあいい先生になります。頑張ってアリス先生。頑張って